公開処刑はこの奥か。何をしているガキ様ら、国内待機命令が出ているのを知らんのか。どうするの。他に入る道もなさそうだし、力ずくで押し入るしかないでしょうね。まさか論文士の仲間か。やるしかないな。行くぞ。シルカ、大丈夫だよね。ああ、早く片付けて助け出そう。放っている暇があるなら、目の前の敵を倒すことに集中したら。言われなくても分かってる。援を受け、マジンテン降水だよ。やるぞ。次へと、ジェニファが秩序のもとに生きることを許されし、すべてのものに命ずる。我スルド、ガナベルとファルキリスの声を聞け。見よ、ここに我が秩序を脅かさんと試みた者である。企てが愚かなら、それを隠し仰せると考えたも愚か。すべてのダナは今一度心に刻むべし、かかる輩が我がシスロディアに生きる余地のなきことを。さてさて、哀れな石突きよ、最後の決断を下す前に、私はお前に妨害の慈悲を示そうと。お前の仲間はどこにいる。それを皆の前で告げれば、しばかりは免じてもよいぞ。まあよい、時間は。お前がその気になるか、仲間の方から出てくる。一つ試してみる。そろそろ下まで溢れてきたのではないか。何を話せばいい。まずは皆に己の過ちを、叱る後私に仲間の居場所を。過ちか。確かに過ちだらけの人生だった。ずっと戦ってきた。ほとんどが負け戦だった。生き延びるのに必死で、家族のことも満足に構ってやれなかった。たくさんの仲間を失った。家族の絆もなくした。どれもこれも救いようのない過ちだ。分けても戦いをやめなかったのが最大の過ちであったわけよな。
戦いに犠牲はつきものだと言うやつがいた。多分そうなんだ。俺もまた戦いで守りたかったはずのものを犠牲にした。戦い続けたことに後悔はない。だが失ったもののことを一日だって忘れた日はない。失う前にそれを言ってやれなかったこと、それこそが俺の最大の過ちだ。あんたたちは俺のようにはなるな。過ちに気づけるなら手遅れになる前にやり直せ。本当に失いたくないもの、守りたいもののことだけを考えろ。あんたたちにもあるはずだ。黙らせよ。その声に耳を傾けろ。立ち上がれば壁は壊せる。スレドが作らせた腐ったれな心の壁でもだ。昔話してる場合じゃねえだろ。あのクソったれどもぶっ飛ばさねえと。まあそうだな。お前そのものの息子だな。ことが終わるまで任務から外すよう申し付けておいたはずだが、担当者は後で罰せねばなるまいな。何？まあよい。本来の目的は達せられたようだからな。ジェリファー！お前がカラグリアのアルペンか。裏切り者にダナの魔女とは面白い友を連れたものよ。友なんかじゃない。仲間だ。我々もいるぞ。メネック、無事だったんだね。あとはお前を倒すだけだ。するとガナベルト。マスター号の輝きは、これは。もう少し引っ張るつもりだったが。それはマスターコア。一体おやじ！マスターコア同士の共鳴とはこれはしたり。ご苦労だった。下がれ。それじゃああんたが。いかにも。私がシスロディアのすぐだ。ガナベルト・ファルキリス。エナのスルドがダナ
の指導者。お互い素性を隠すのは得意と見えるが、ほんの余興のつもりだったが役に立った。カラグリアの炎の剣をおびき寄せる計画。狙いは俺だったのか。アルペン、ジルファが。親父。特製の毒だ。波の治癒術では追いつくまい。長きにやむな、諸君。皆ここで死ぬのだから。逃げられると思うな、反逆者どもめ。早くしないと、ジルファが。戦わずに脱出は無理。アルペン。あったまめ、交代だ。全力で行くぞ。怪我人を守りながらでは不利だわ。親父、しっかりしろよ親父。見苦しい。死の順番が多少前後するだけのことであろう。貴様。逃げたか。とはいえ、よもやこのまま蓄電は済まい。歓迎の準備をして待つとしよう。逃げられたの？どうやらな。だが、ここもいつ追っ手が来るとも限らん。ジルファのこともある。ひとまず隠れ家に戻ろう。ジルファ、一刻も早く隠れ家に行こう。目開けろ親父。ダメ、毒の進行が止まらない。レイル、ジルファ、すまん、後を頼む。ロウ、そこにいるのか。ああ、いる、いるよ。だから…ロウ、見えない。いるのか、ロウ。ロウ、俺は…おやじ…冗談だろ。まだ何も何も。
以前から内通者を疑ってはいたが、まさかメネックだったとは。これからどうするの？俺は行く。ロウ、ガナベルトのやつをぶちのめす。ガナベルトは間違いなく待ち構えているわ。何もかもが罠だったのよ。罠なんか知ったことか。とにかくガナベルトの野郎は許せねえ。そうだな、その通りだ。ガナベルトは許せない。アルフェン、あなたね。どのみちスルドの元に行くと言ったのはシオンじゃないか。それともこのままカラグリアに戻るのか。そういうことを言ってるんじゃないわ。頭を冷やせと言っているの。あんたたちが来る必要はない。これは俺のけじめだ。ジルファの仇を討ちたいのはお前だけじゃない。それに今あいつを倒せないなら、きっとこの先もずっと倒せないよ。どうせ炎の剣を当てにしているんでしょう。リコ、やるからには失敗は許されないわよ。本当にいいのか。スルドを倒してから良かったかどうか考えよう。私にも協力させてくれ。我々の問題に君たちを巻き込んでしまった。せめてものを詫びた。ここにあるものは何でも使ってもらって構わない。ここが襲われる心配はないのか。大丈夫だ。ここは私が作った隠れ家だ。メネック、いやスルドも知らない。よし行こう。ジルファの仇を討ち、この国を解放する。できたわ。食べなさい。Thank you.
片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。任せろ。どんな装甲だろうと無駄だ。あの盾を何とかするっていうの？ここは彼に任せましょう。盾が到達に死ぬ気や。あらおるな。終わりだ。諦めて。この素材武器に。この奥にガナベルトがいるんだな。ロー、道はわかるか？ここはレナの城だ。ダナの使いっ走りなんか入れるもんか。そうか。ものすごい精霊力。押しつぶされそう。わかるのか？この建物中に充満してる。奥ほど強くなってるみたい。修霊機のせいね。きっと大量の精霊力が蓄えられているはず。使われたら面倒なことになるわ。そうなると思っておいた方が良さそうだな。なんだっていい。全部ぶん殴ってやる。Thank you.
任せろ。怪我はなかった？同じスルドの城といってもイエゾンとは全然違うな。どきなさい。我が主のために。あっさまで逃げろ。逃げろ。マジンだ。やらせないよ。はぁ、あ、ただしてる。盾があれば防げるぞ。お手がけになられぬ。はぁ、あ、戦乱の手。俺の進化した。わかってる。終わりよ。生命力全開。いっけ。戦乱の手。これで終わりだ。力の差も測れなかったね。使えそうな装備だ。Thank you.
武器庫？使うためというより飾ってあるように見えるな。どうでもいい、行こうぜ。これダナのだよ、レナじゃない。え？これだけじゃないよ、ここにあるの全部ダナのものみたい。なんでダナの武具がレナの城の中に飾ってあるんだ？興味があるなら後で調べればいいわ。今はスルドを倒すことに集中しなさい。蹴散らしてやろう。まずは防御を崩すぞ。応戦開始。守りが固いな。突破口を蹴って。頼む。応戦完了。昇降機の鍵なのか。試してみればわかるわ。
行くわよ。容赦しないわよ。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。その隙に分かった。くらえ。あはい。終わりだ。行く。とどめ。レンガだ。マグナル。任せてくれ。叩き潰す。決めて。逃げる。そうだ。レンガオーガー。行くわよ。くらえ。終わり。引き締めていこう。これ大丈夫かな。援護要請。交代。
当然開始。もう飛ばれるのやりすぎだ。仕様頼めるか。任せて。交代。みんなだ。どこだ。交代。交代。バリ。夢だ。もっと腕を短くすると。まだ届かないか。ええ、十分すぎるということはない。結果よ。振り注げ！ドフラッグ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 ！
力になれるかな。